なんだこれ。さあ、ガラクタか。おい誰だ。そいつをよこせ。ノア、こいつ。ああ、ただものじゃない。早くしろ。そいつってこれか。なんでお前みたいなわけわかんないやつに。みんな構えろ。これが俺の力だ。本気を出さないの。やってみせる。ここでさ、これでどうも。ここで決める。いやー、まだだ。ベンジェンス。避けられるか。逃がさないで。本気を見せます。この人強い。強かろうが関係ねえ。襲ってきたこと後悔させてやる。今さらだけど話し合いに応じる気はない。話す気はねえってことかよ。おい、逃げるのか。飛び込みやがった。一体あいつは。貴様らどこの所属だ。ケベスの兵士だよ。お前たち覆面の男を見なかったか。我々は奴を追っていて。待て、アグヌスといるってことはこいつら例のウロボロスじゃないか。女王に盾つく反逆者どもか。はあ、何って。シラを切り通せると思ったか。おい、やるぞ。次から次へと何なんだよ。一気に締める。ノアに負けてられないね。倒れ。決裂しやがれ。よそ見はさせねえ。俺を見てな。ナッツ、いい戦いぶり。今が攻め時だ。期待に応えるね。このまま攻撃を続ける。ノアに負けてられないね。エアファング、闇まとい。ありえねえ。絶対だ。ほんと何なんだよ。まったくだ、散々な目にあったぜ。そういえばあの兵士たち。ああ、先ほどの男を追っていると言っていたな。どうして追われてたんだろう。ケベスに追われてたということは俺たちの敵ではなかったのかもしれない。いきなり襲ってきたのにか。とはいえ味方とも思えないが、脱走兵の類じゃないか。なあ、川に飛び込んだんだから川下に行ってるはずだろ。追って確かめりゃいいんじゃねえか。敵という可能性も捨てきれないが。敵ならぶっ飛ばす。そうじゃないなら話ぐらい聞いてやる。どうだ。どうだと言われても君は直情的すぎないか。どうする？行ってみよう。
追いついたぞ。今度は逃がさねえ。足がつくようにしてやったとはいえ、わざわざそいつを持ってくるとはな。何？迂闊が過ぎるのではないか、ウロボロス。この人、ウロボロスを知って。おい、あんた、一体何者だ？答える必要はないな。ケベスに追われていたみたいだけど。おい、本当に答えねえつもりか？話をしたいんだ。少しでいいから聞いてくれ。ああ、そうだ、名前。俺たちは。いらん。要件だけ話せ。ケベスに追われてるんだろ。事情を聞かせてくれれば。知ってどうする。え？お前たちには関係のないことだ。じゃあ私たちに関係あることならあんたも答えられんだろ。あんたは私たちの敵か。まただんまりか。不必要な詮索をしなければ敵対はせん。とか言っていきなり襲ってきたじゃねえか。だからなんとか言いやがれ。ちょっとユーニ、こういうはっきりしねえのが一番嫌いなんだ。こいつ星さんに襲ってきたんだろ。ただの警告だ。それは今のお前たちに必要のないものだからな。余計なことに首を突っ込むな。わけわかんねえ。じゃあ何か、またこいつ目当てに襲ってくるってか。言っただろ、詮索をしなければ敵対はせん。あんたにとってこいつは必要なもんなのか。さてな。じゃああんたは。待て、お前たち、つけられたな。つけられたって。あれは見つけたぞ。貴様ら、やはりグルか。な、ちげえよ。お前のせいで面倒なことになったじゃねえか。俺はそんなヘマはせん。手を貸してやる。潰す。やることなすこと、いちいち過激なんだよお前。何をごちゃごちゃ言っている。おい、お前ら、きっと会えるぞ。こっちを見て。見よ、その調子で行こう。これで倒せる。飛べ。やめねえ。こっちを見て。ありがとう。クラッシュアウト。ハンターヒッター、渡してやるぞ。ワイドスラッシュ、ラストエッジ、パワーアタック、すごい。引きつけられねえ。もう見ましょう。エナジークレネード。引きつけられねえ。いいぞ、こう、ユニ、来やがれ。ありがとう。引きつけられねえ。はあ、もうしつこかった。ここに長居しない方が良さそうだ。ああ、そうだな。これ以上のトラブルは避けたい。あいつら、結局なんでお前を追いかけてたんだよ。とっつきにくいからだろ。そうか。そうかって、あんたな。それはお前たちが思っていろ。え？さっきのかけらだろ？必要なんじゃないのかよ。必要なのには変わりないが、お前たちを納得させるのは面倒だ。それ、お前が喋んの面倒くさがってるだけだろ。いつかそれの意味を知った後で悪用するのなら処分せざるを得んが、お前たちは多少なりとも頭を使えるようだ。今は亡き友の言葉を信じよう。なんか引っかかる言い草だな。大意はない。それで、あなたはこの後どうするの？やめとけ。どうせ聞いても答えてくれねえよ。やらねばならないことがある。答えんのかよ。
追われる危険を冒してまでか。無論だ。じゃあもう何も言わねえ。生きるも死ぬもあんたの勝手だ。おい。んだよ。お前たちは死ぬなよ。はあ？必要になれば俺を呼べ。手を貸してやる。殺そうとしてきた奴が何言ってんだよ。あれは警告と、お前たちを一つ試した。なんだよそれ。ほんとわけわかんねえ奴だな。友の意志に従ったまでだ。あんたの友達って。手を貸してくれるっていうのは、言葉通りに受け取っていいのか。どの道、それを持っている人間を放っておくわけにもいかん。いまいち信用できねえけど、まあ強いやつがいるのは悪くね。手貸してくれるのはありがたいけどよ、あんたのことをなんて呼べばいいんだよ。今度は必要だろ、名前。ちょ、待て待て、名前だよ、名前。グレイ、そう呼べ。何だったんだあいつ。さあな、悪いやつには見え、いや悪そうなやつには見えたけどよ。何か裏があるかもしれないが。できれば敵対はしたくないね。あんなやつと殴り合いなんてもう勘弁してほしいね。グレイ